畑をやってれば、草で困ったことはたくさんあると思う。例えばその一つ、一番代表格、杉菜。あれはね、まあ要はつくしなんだけど、つくしが終わった後に出てくる葉っぱ、桜の葉っぱみたいなもので、つくしっていうのは根っこだから、根っこで育つから、その根っこを太らすために、光合成するために出してるんだけども、あれみんな嫌うじゃん。なんで嫌うかっていうと、まあ邪魔だってのもあるんだし、あるし、なかなか駆除できない難しいやつだというのがあるんだよね。で、邪魔だって言って杉菜を枯らす除草剤をまくんだけれども、その前にね、なんで杉菜が生えるのかっていうことを考える。これが自然農法、自然栽培、まあ持続可能なね、有機農業において大事な考え方。なんで生えるんだろうっていう。ね。まあ、まずなんで生えるか。その前にどこに生えるかを考えるんだけども、それを生えるところっていうのは、酸度、pH を測ると、まあ大体、酸性の土、酸性土壌に生えます。ただ、それはね、みんな知ってるけれども、多くの人が知ってるけれども、それは土の表面の話であって、で実はね、あの根っこっていうのは30センチとか50センチ、そういう深いところにあるんだけども、まあだから駆除しづらいんだけどもね、そこのアルカリ分、石灰分を吸い上げてるらしいのね。で、杉菜自体の pH 測るとアルカリなのよ。で何をしているのかと、これを自然農法的に考えると、表面の酸性な土を中和しようと生えてるんだと考えるそうで。で、どういうことっていうと、要は杉菜が土の上に生える。酸性の表面が酸性の土の表面に生える。で、倒れて、枯れて、分解されて、アルカリ分が残るよね。それで、それを土に戻ることによって、酸性土壌を、まあ、アルカリの方面、まあ中和ぐらいだよね。中性ぐらいに持っていこうっていう、働きするっていうらしいのね。まあこれ、ガイア理論のホメオスタシスっていうことを考えてもらえれば、要は恒常性。土を一定の状態に保とうってする働きの一種として杉菜が活躍しているんだというふうに考えてもらえばいい。だから杉菜が生えた、じゃあ正面刈り取って外に持ち出す、畑の外に持ち出す、ゴミ袋に入れてゴミに出すっていうことをすると、いつまでも酸性土壌はずっと酸性土壌なの。だからむしろ生えてきた杉菜は刈って、伸びてれば邪魔だから刈り取って、俺なんかだったら刈払機で刈って土に置いておく。前の動画でも話したけれども、通路あるでしょ、そこに被覆してくださいっていうお話したんだけれども、そこに杉菜を置いとけばいいのさ。あれが根付くことはないんで、そうするとあれが枯れて石灰分が残って中和されると、そういう働きがあるのね。だからそういうふうに考えると、杉菜がなんで生えるのか、何のために生えてるのか、そういうことを考えていくと、一概にね、敵にしてね、排除するべきじゃないなっていうことが分かってくると思うのね。杉菜。だから、みんな杉菜が生えてたら、あ、ここは表面が酸性だから、それを地中深くのアルカリを吸い上げて、で、杉菜自体はアルカリで、それが土に戻るときに、中和しようっていう自然のね、自然が持つホメオスタシス、恒常性、まあ、ガイア理論っていうことにのっとって起きているんだと。だからこれは排除するべきではないと。邪魔だったら買ってそこに置いといてあげれば、時間はかかるけれども、いつかはきっといなくなるもんだと。で、実際ね、やってると消えていきます。多くの人はね、トラクターをゆっくり深く耕すと根っこが出てきて、それを取り出して良くなったっていう人もいるんだけども、まあそれもありっちゃありなんだけども、要は根本的な解決にはなってないわけよ。表土が酸性になって、下がアルカリっていう環境を彼らは中和しようと、そのためにいるんだと。自然界の役割の中で。そこを理解した上で、どうやって彼らと共存するかっていうこと、をやっていかないと、いつまでも解決はしない。結局酸性土壌になってると、ほうれん草とかはアルカリ好むから、ほうれん草が育ちにくい畑になるし、あまりにも酸性いくと他の野菜も育たなくなる。
そういう風になってくるから、そこを理解して、草がなんで生えてるか、なんで虫がいるのか、なんでそういうことが起きてるのか、それを考えて、それを含めた畑の設計をしていかないと、いつまでも例えばそれを薬とか石灰の資材、苦土石灰とかがいうの巻いたりしてても、それでもいいよ、いいんだけども、いつまでもやらなきゃダメで、根本的な解決にならないのね。だから糖尿病に食べ過ぎて太りすぎた糖尿病の人にさ、インスリン打って、だけどその人食事を改善しないでずっと食べれたら意味ないじゃん。ずっとインスリン打たなきゃダメじゃん。食事療法、そして運動療法をして痩せて、体を正して、で薬も使いながらでいいよ。薬を使いながらそういう生活習慣を正して健康になっていく、これが治療の一番重要なとこってのは誰でもわかるけれども、土も同じで、当然急場をしのぐために薬を使うっていうこと、資材を使うってことを俺は否定はしない、否定はしないけれども、そういう草にはそういう役割もあるから、そこを理解した上で根本的にどうしていけばいいのかっていうのを複合的にね考えてやってほしいなって。たとえ薬を使うことになったとしても、それは何が原因なのか、どうして起きてるのか、大体その原因は人間にあるんで、そこを治さない限りはいつまでも薬からは脱却できないし、そしていずれは薬とかがね、塩基類が溜まってしまって栽培できない畑になる、まあ、こういう畑もあるんだけど、そういう風な状況になってしまいかねないので、その根本、どこに問題があるのか、そしてなんでその現象が発生しているか、それはなんで、どうしてなのか、そういうところまで考えてもらわないと、表面上のね、ただ草消せばいいやと、野菜が取れればいいと、土の中のこと、土のこと、自然界のこと、全てのこと、地球のこと、空気のこと、ガイア理論だね、ガイア理論を念頭に置いて栽培しないと、いつまでたっても同じことの繰り返し、いつまでも薬を打たなければならない生活になると、糖尿病って食い続けてればいつまでも薬打たなきゃダメだと、お医者さんに食べるもの減らしなさい、運動しなさい、痩せなさいってずっと言われる生活になると、そこと同じだってことを考えて、杉菜はまとめると、振り返ると、杉菜はね、表面の酸度を調整するために存在しているっていう考え方もできるんだと。杉菜自体はアルカリ、酸性土壌に入るけれども杉菜はアルカリ、そのアルカリ分が戻って酸性土壌が中和される、この流れを考えれば、決して杉菜っていうのは排除すべき敵ではなくて、我々の栽培に取り込むべきパートナーとして見ることもできると思うんで、俺なんかね、どっかで杉菜見つけたらちょっとこう手で買って袋に詰めて畑に敷いてみたりとかね、ちょっと酸度がやばいなと思った時、そういうことしたりもするんで、そういう発想もできてくるんで、杉菜を取ってくるなんて、いっぱい生えてる人いて、ちょうだいって、除草してくれるの、草刈りしてくれるの、ありがとうって向こうには感謝されるし、こっちはただで石灰分のね資材が手に入るってなれば、もうウィンウィンの関係でね、素晴らしいことじゃない。ちょっと知識があればそういうことができるんで、ちょっと考えてみようっていうことね。杉菜はとにかく土を中和してくれるいい味方だと俺は思ってやってます。